から僕が応援隊長を務めている赤い花共同募金がスタートします。赤い花共同募金で集められたお金は地域のために使われます。秋田で募金したお金は秋田で使われるよ。街で見かけたら募金してくれると嬉しいな。そうそう、今日も一緒の四時頃のいるエリア中市で四時頃とよく散歩している。エリア中市は秋田県美術館や秋田県美術館や秋田の食材を